遅いんだ。我々はもしもの時に備えて訓練を続けなければ。偉いな、僕スキューバーがそんな目にあって知らなかったよ。人知れず努力をしている者だが、我々だけじゃない、自分の仕事に誇りを持っている者はきっとみんなそうしてる。隊長、僕にも訓練を受けさせてください。いいとも。おい、なんでしょうか。せっかくだからレッド君にいろいろ教えてあげなさい。はい、わかりました。私はもう一度町を見回りに出かける。頼んだぞ。はい。もし何か起きたら、その時は、そうだよね、真っ先に危険な場所に飛び込まなきゃいけないんだもんね。